スペシャルズのミュージックビデオに対するみんなの反応集。自閉エンドンかとかあってよかったね。最高に狂ってて好き。へ。結構締め使い有要素ない、相撲とか。あ。石油さんが釘打ちでリズム取ってんのめちゃくちゃ好き。アニメでスクナが破壊する前にキングヌーのミュージックビデオで破壊されてしまう渋谷さん。自閉エンドンか、マジで自閉エンドンかなので笑ってしまう。おぞましさが存分に出てて渋谷事変にふさわしいね。すごいや。通霊受法。藁に貼り付けてある紙に己って書いてあるの草。草生やしてる場合ちゃうぞ。靴下の文字が一瞬アップになるけどまじないかな。なんか、タローマンを見ているようだった。情報量すごない、脳がバグる。石油さんが釘打ちつけてた場所、一途のミュージックビデオの場所っぽかったけど気のせい？最後の集合写真が、スペシャルズ、あらゆる仲間俺たち全員で呪術師、って感じあってめっちゃ好き。最後の集合シーン背景、イタドリらが五条を送り出した場所に似てない。歌詞がイタドリ目線ともマヒト目線とも取れるのいいね。呪術要素探すのおもろいやんけ。ツネタが少ななことだけはわかる赤のカラコン入れてるし。この後ろ姿が今の本誌と一致しすぎててビビる。戦闘前の格好がこんなんだったよね。最後の全員集合のところがこの階段と似ててテンション上がった。これ何のシーンだ？渋谷事変が終わってイタドリがお兄ちゃんと二人で東京の呪霊狩りしてたところでしょ。高専に戻っていいんだぞと声をかけてくれたりしたあそこ。ああね。死滅要素といえばここもか。首脳陣から電力として狙われてしまう井口。感じ違うけど同じサトルだからか。終盤暴れてる巨大ロボアエヴァマルが渋谷に参戦した世界線ですか。あのこれ、獄門。ばあちゃん、拝みばあのことかなと思った。ボロボロの人形高齢パパクロ、がチャーハン食ってるし。ミュージックビデオ見る前にこのスレで画像だけ見て少な役の俳優が別にいるのかと思ったくらい見てた、ツネタさんだった。刺激強いミュージックビデオ、なんていうかアート感というか映像芸術作品って感じ。めまいがするほどガチ。ギャルは何なんだと思ったけど耳7か、スマホ持ってるし、師匠のミュージックビデオがもっと下品になった感じだと思って思考停止してたけど割と呪術廻戦要素あるんだね。これは楽しい、己を牛の国参りすんじゃねえ過激派。サビで共なり大会してる子供たちはういういっこさがあるな。そういうことではないかもしれないけれど、ミュージックビデオの中でクラス1個分の子供たちがみんな一斉に呪い始めるっていうのが死滅回遊の始まりを予感させるなって。四角い部屋にいるのはサイコロとかそういう。よく見ると二つの肉体が融合してるからイタドリと少な。そして街のど真ん中でミサイルを口に収拾される骸骨。なるほどな。これがちょっとわからない。この骸骨がイタドリ少なとすると、指兵器を食わされる。せいぜい噛みしめろ小僧かな。刺激が強すぎたので坂夢 PV で中和した。脳みそに電撃のシーンはカシモ VS はかりかなって思ったりした。海海チタンに百鬼夜行や伏黒の領域展開っぽい歌詞があったりアニメ呪術廻戦担当のアーティストは先を見越しがち。ゲットの女性の声っぽいとこ10月31日って入れてるプラスロマンティックにうんぬんで首もげとんぼを連想ってことで賢者と下等の肉体がよぎるんだけど、生き様うんぬんはイタドリっぽいしカラコンが少なっぽいんだよな。公開されたから言っちゃうけどこれそういうことだよね。今はの木は、知れ者、海流、ご法度とかよくよく聞けば作品関連の言葉使ってるのがわかるオープニングっていいよね。海海チタンの帳とかもそうだけど目立ちすぎない主張が好き。他にもそれっぽい単語あったら教えて。ゲットラストインミーで10月31日を示唆してるって考察好き。考える方も気づく方も頭柔らかいわ。わざわざ UR を UR にしたのはそういうことなんかなって思ったり思わなかったり。この作品で究極アルティメットなんて名前ついてるのこいつしかいねえし。呪霊側視点、マヒト視点って聞いたけど、ところどころ女性口調が混じるんだよね。どこの脳みそかしら。自分をかばう言葉ばかりをいつまで言い聞かせるの。生き様を食えるなんてそんなのごめんだわ。青の住処といいスペシャルズといい流されない2番なら死ぬほど重い歌詞入れてもいいと思ってないか。アンコントロールが渋谷さらちにした時のイタドリ性格には少なっぽい。ベイビーを 6A6Y にしてるのは呪術的な意味か単純に常田大器節が炸裂しただけなのか。ところどころの英語がバグったような表記になってるのも呪霊的な表現なのかね。花見みたく呪霊言語を無理やり人間の言葉に置き換えてるとかクソ妄想。応答してよその体温感じたいの低体温のフローがつけたその青い炎ロマンティックにごまかさないで。単刀直入に切り裂いて熱っぽいラブソングには酔えない思うが五条と下等と賢者組感じるわ。応答してよ、その体温感じたいの。そこの歌詞はメカミワって可能性もあるぞ。該当者が複数員のキッズ。生き様で後悔はしたくないって言ってた主人公。人を助けるために呪術師になり大量虐殺はほんとひでえや。よそ者ってパパクロのことなんじゃないかなって思ってる。ちょくちょくマヒト、イタドリっぽいなぁと思った。作詞者がマヒト好きだからねその可能性はある。
お行儀の悪い面も見せてよとか、ノー、ノー、ノー、そう冷静にはならないでとか完璧いたどり煽ってる真人だなって感じする。あえて神経を逆なでするようなこの言葉選び。他のスレでも言われてたけど終始呪い真人といたどりって感じの歌詞なのに、最後だけは明らかに賢者からのメッセージなの鳥肌立つ。フルで聞くと明らかに女性的というか歌い方が違うんだよね。締め方めちゃ好きだわ。UR を UR で表現すんのかっこよすぎ。一挙手一投足はここからかな。その直前に燃えたしな。直前に知れ物って入ってるからそうっぽいね。漫画読み返しながら歌詞見ると面白そう。インスタライブで常田がスペシャルズは呪霊サイドの気持ちを考えながら作った曲と言ってた。常田が真人好きで、渋谷事変は真人 VS 虎杖も見どころだから二人を意識してる可能性は高い。じゃあバグった歌詞は呪霊語イメージかな。あなたは特別で、賢者、虎杖のイメージしか浮かばなくてキモいよ。冷静と俯瞰はご法度ですってのは賢者っぽい歌詞かもしれん。あいつ的には切羽詰まってでも他人に強制されてでも、どんな理由だとしても一歩前に踏み出す人間が素晴らしいみたいな価値観らしいし、冷静に俯瞰して何もしない奴はご法度とか言いそうなキャラナンバーワンよね。実際似たようなことを誰かさんに言ってたし頭親指のババアを思い出しながら、いやキングヌーがどんだけ本誌読み込んでる前提だよって感じの解釈だけど、個人的には生き方に一貫性を求めず本能のままに生きる真人に当てはまるのかなって思った。特級呪霊たち好きだからそこを中心とした歌詞なのかと思って嬉しかったんだけど、蓋を開けてみればそこに収まらずいろんなキャラを想起させてきてひたすら感心した。こんなかっけえ曲で渋谷事変を駆け抜けていくのか。いろんな作品のフレーズ入れるのはこれに限らずあるし総合ではあるけど、作曲した人は真人を憑依させたって言ってたから、真人、虎杖メインなんだろうね。東京沿線とかギラギラ千葉シリマスは私鉄純愛列車っぽいかもと思った。土俵際のキワキワは桜島結界のカッパ。この、We are the app で人間になりたかった置き換わりたかった呪霊サイドの歌やんってわかるのいいね。ゲットラストインミーに10月31日という意味があるなら、ベイビーにも何かあるのかと思ったけどない。66に意味があるとすればだが、思いつくあたりだと、イタドリが宿儺の指を食べたのが6月ってぐらいか。陸弾、真人中心の呪霊組の歌だと思ってるけど、応答してよ、のくだりだけいまいち呪霊組だと誰に当てはまるのかわからんかったからそこだけ誤上かと思ってた。その前のフレーズが花見と上語っぽかったしラストは賢者っぽいから2番以降は複数キャラを織り込んであるのかなと。全体的に真人、虎杖で知れ物ってあたりは宿儺っぽいしベイビーとかは賢者のクソーズとか虎杖あたりの関係かな。ベイビー、66でも6月に起こったイベントなんて受肉くらいだし6月の受肉によって指くんたちが活発になった、呪霊の王のお目覚めだー、とかじゃね。公開直後は、ハハッキングヌーの呪術ミュージックビデオ意味わかんねえ。100回視聴後は、もしかしてキングヌーって病的なレベルの呪術オタなのでは？探せば探すだけミュージックビデオから呪術要素しか出てこなくない。ここの一撃とか本詞を履修してねえと出てこない発想なんよ。劇場版の時点で俺らのこの呪術への高ぶりを表現しきれない。曲数が足りない。で逆夢が増えた逸話があるグループぞ確か 0.5 巻情報。こことかも濃密なお笑い芸人味を感じて好き。冷静にはならないでってそういう急心がけていることは。常田作品の奴隷、井口原作への愛を込めますの返しをする人たちだからね。常田は多分少ななんだろうけど井口が高場なのか五条なのか手迷う。渋谷と海流の要素がいい感じに混ざってる。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントよろしくお願いします。